ほい、こんにちは、こんばんは、さくやです。いやー、いい景色ですね、いおりさん。いい景色ですね。ということで、今回はちょっと、はい、昔からのフレンドの人と一緒にパソコン版 TTS の新マップとりあえず探検しようかなと。一人だと寂しいんでちょっと呼んじゃいました。全然僕、前情報調べずにやってるんで、ちょっといろいろ教えて。いやいや、もう知らないです。いや、とりあえず散歩しよう。めっちゃいい景色。はい、これ昼間だよね、これ。ナイトじゃないよね。昼間ですね。なるほどね。じゃあまぁちょっと散歩してきましょうか。なんか今回は結構、なんか、イタリアの田舎の方なの。俺ちょっと本当に今回はね、一切調べてないんだよね、情報。自分もイタリアなのか知らないです。もうそっからなんですけど。もうなんかもうね、追加されすぎてちょっと分かってないことが多すぎるなっていうのを本当にちょっと感じるんだけど、ワインセラー、まずここが。これ地下だよね。地下ですね。地下。あー、なんか、いやー、なんか嫌な感じだな、ここ。SMG も超強そうなんだけど、ここ。ここも。ただ、うん、ここ、ボムがないんですよ、地下は。あ、ボムないんだ、今回。ボムじゃないです。なるほどね。1階と2階だけなんでボム。あ、昨夜さん、これ。うん。マジ？ちょっと。ただここから外ですよ、ね。あー、なるほど。あれっぽいね。銀行の若干、ね、地下というか、下水路みたいな。え、面白。ワインのあれ割れるんだ。やば。ここで？他にあるの？こういうギミック。これは割れないでしょ。割れるけど、取れるやつじゃないもんね。ここにもあるね。ここは何？アート、芸術系のなんかが置いてある。この部屋もでも特に、なんかボムがないってことはなんか完全に通路としてっていうか、まあなんか移動用みたいな感じなんだ。そうですね。じゃあまあなんか遊撃とかで、まあ地下で裏取りするときとかに使う感じか。これは？あ、これ割れるんだ。外だよね、でもこれ。しゃがみ方がわからん。しゃがみ方がわかんない。まあいいや。C じゃないですか。C かな。あ、C だわ。あ、さっき入ってきた場所ですね。あ、これがさっき入ってきたとこなんだ。なるほどね。じゃあちょっと次1回行きましょう。ちょっともう今回はね、がばいけど、とりあえずマップの雰囲気知ろうぜみたいな感じなんで、よろしくお願いします。キッチン。あ、なんかここ3層のキッチンっぽい雰囲気感じるわ、なんか。ケーキがある。20って書いてある。UBI。20周年ってこと？そんなに、もっと経ってるよね？ 20 周年とかだっけ？お、ほんとだ。あ、壊した。え、なんかいろいろ書いてない？あ、これは違うか。いろいろあるね、なんか。でもキッチン。窓は、ないと。ここはあんま強くなさそう。で、まだ1階。ここが、あ、外なんだ。若干なんか外の雰囲気は、ちょっとテーマパークっぽいなんか感じする。あ、でもなんか、良さげなマップだな。タワーとかいう、あの、広すぎるマップの後だからかわかんないけど、めっちゃいい感じ。入り組んでます、ちょうど。うん、入り組んでる。てかなんか、あと裏取りがしやすいですね。しやすい？ここ。多分しやすいと思うんですよ。入り口いっぱいあるんで結構。ああね。なんかそう、外一瞬出てそっから違う窓からヒュッて入れたりもできそうだね。全然壊れねえ。ありがとう。すーご。あー、ここも脇地っぽいな、なんか。ちょっと完全今初見でというか、あれで見てるんで、もう本当にそのまんま思ったことしか言ってないけど。なるほどね。ここがアートスタジオ。さっきの階の上かな。あ、で、ここは最初に二人で、あれか、なんか、立ってたとこだね。そうですね。なるほど。で、ここから入れて、あ、なんかね、これ、レインボーシックスベガスっていう CG のかなり昔のゲームがあるんだけど、そこにあるね、邸宅だったかな。なんかそのマップに雰囲気似てるわ。本当に昔のゲームなんだけど。かなり古い。なんかそんな感じする。なるほど。
じゃあちょっともうちょい、ここはちょっと待って、俺なんか通ったか通ってないかいまいち分かってないわ。広すぎるんだけど、本当に。ライブラリー。あ、ここがちょうど中間くらいか。真ん中で言うとこの。真ん中で、ここ、え、ここ、ここ、あ、ここさっきのあれか、脇地っぽいって言ったとこの反対側か。なるほどね。で、自分でも分かってないです。分かってない。これ多分これキッチンじゃない？これ多分キッチンっぽいよね、窓的に。よいしょ。あ、キッチンじゃない！わかんねえな、これわかんねえな、つって。なっちゃうね。なるほど。ちょっと待って、俺わからんわ。今回のマップちょっと、多分ね、PS4 に、PS4 にこのマップが来て、しっかり、ちょっと予習復習しないと俺これ多分覚えられないわ、今回。タワーとかより立ち悪い気がする。部屋の数相当多いよ、これ。結構多いっすよ、先輩、これ。どこいるって報告されたのちょっとわかんないですよね。ちょっとわかんないね。区切りが多い。テーマパークも思ったけど、なんか、新マップになってからすごい、一つ一つの部屋の数がめっちゃ多くなったね。これでまだ1階だからね。これで地下でしょ？ちょっと2階はもうちょいしてから。で、ここで、樽割ったとこに来るんだ。なるほど。そうです。じゃ、ちょっと一回これ残り時間1分なんで、じゃ、ここからまあ、上行こうか。ということで、あ、ここがアートの部屋？わかんねえ。本当にわからねえ。じゃ、ちょっと、はい。じゃ、そのまま2階行きまーす。よし、じゃあ、ちょっと、はい。変えました。次はね、ちょっと足遅いマエストロ持ってきたんで、このまま上行きましょうか。よいしょ。あ、シャンデリアある。これね、バルキリーのカメラ、この辺りつけると強い、ね。バルカメすごく強くないですか、ここ絶対。これ多分強いね。てか、なんか、あのエリート迷彩で。やばいよね、木が、なんか全体的に木の雰囲気めっちゃ強いから、相当今回バルキリーエリートがもう強化されてしまってる可能性が。じゃあ、どうするか、右から行こっか、こっちからね。了解です。ちょっと、マジで広いね。マジで広いよ。ここがボムで、ここなんか降りられるみたいなんだよね、ここ。ここ降りるとさっきの階段前の廊下に降りられるみたいだから、ワンチャン、ここの階段から登ってきてるやつを確認したら、ここからポトンして裏取れたりとか、結構強そう。で、なんか山荘っぽくない？ちょっとなんか。ベッドですよね。ああ、なんかそうかな。なんかちょっとさ、山荘っぽいよね。山荘っぽい。感じあるよね。ガラス割れてる。なんか、ダーリン・ザ・フランキス思い出すわ。見たことない。はい、見てね。見てくださいね。見てない人は見てね。今僕が一番ハマってるんで。で、あ、ここ。あー、俺多分もうこっから侵入するわ、多分。あ、ラフェじゃないんだ。しっかり、あー、いや、クラブっぽい。怖いのが。クラブっぽいわ、ここ。あれじゃないですか。リスキル怖くないですか。これ、うわー、やばいね、これ。これ結構、ここで、足早いのが一気に飛び出して、上がってきたやつを、これだね。これ、やばくないですか。てか、見てください、これ。景色。綺麗ですね。これは、君の瞳の方が綺麗だよの典型的な景色じゃないですか。これ超いい空の写真撮れそう。超綺麗なんだけど、なんか意外とこの屋根のとこから、あれだね、入れやすくできてんだね。なるほど。はい。どっからでも侵入できますね。どっからでも侵入できるね。ここは特にいないけど、まあ、角っちょに隠れて、お風呂場。うおっ、すごいわ、なんか。こんなとこあったんだ。すごい。何の部屋だ、これ。これ何の部屋だよ、ここ。意味わからんでしょ。あれ壊したら見えなくなっちゃうかな。撃っていい。あ、壊れないんだ。なるほど。ぶっ壊してくね。ぶっ壊してきますね。よいしょ。あ、なるほどね。あっちを挟んだのが、ここ。で、鹿の置物がある。クラブにもあったね、これ。2階はそんなに広くないのかな？部屋の数は多いけど。かわいい。そうですね。狐の置物ある。へぇー。いいっすね。これで、ここは、なんかここは何にもなさそう。トロフィールーム。ちょっと弱そうだね、むしろ。
ただ、あー、あ、でもなんかいいマップだね、全体的に。なんか正直あんまり言いたくないけど、シージの新マップって6なの来てないイメージが強いから、本当に国境くらいしか新マップって他あったっけ、いいマップ。全体的に、まあ、遊撃がちょっと強そうなマップではあるけど、でも、あー、でもここで一周か。意外とこれでサクッと、じゃあ一周できたんだね。まあ、という感じで、なんか大体、まあ、気になるところといえば、そうだな。やっぱちょっとリスキルがまだあんまりしっかり見れてないからあれだけど、リスキルエグそうだよね。うわ、待って！リスキルエグそうですね。なんか、結構、古い銃が、待って、まだ回りきれてないか、これ。これ、スレッチのハンマーじゃないですか、これ、どうした？ほんとだ。あ、ほんとだ。でも、こっちの方が綺麗だわ。へぇー。使い込んでる。これ交換してった方がいいわ、多分これ。こっちの方が綺麗。これ、多分大会優勝してもらえるやつだね。あー。あ、でも、その他の銃はなんか、あれだね。意外とこう、昔ながらの銃な感じなんだ。あ、ごめん、ごめん、ごめん。という感じかな？こんな感じだよね、でも。大体。意外と、本当にごめんだけど、今回は割と、ちょっと初見で、まあ、マップ、大方歩いてみて、本当に雰囲気ちょっとつかむくらいだから、防弾、あの、カメラの位置とか、まあ、守る位置とかは研究してないけど、とりあえず。まあ、最後に言えることは、景色が綺麗っすね。そうですね。もうこの景色だけで満足です。僕はこのマップで写真撮り続けようと思います。ということで。はい。とりあえずこれ新マップ終わりです。またね、まあ、僕正直 PS4 民なんで、もう PS4 出てしっかりマップの名称を覚える動画とかも出すんで、ぜひその時一緒に覚えましょう。ということで、まずはマップの散策動画でした。また次の動画でお会いしましょう。よければね、チャンネル登録と高評価してくれるとめちゃくちゃ嬉しいんで、お願いします。で、今回一緒にね、散歩したイオちゃんの、はい。概要欄の方にリンク貼っとくんで、ぜひそちらもチェックしてみてください。それではまた次の動画で。お願いします。それではお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。昨夜でした。ここまで見てくれてありがとう。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。右にチャンネル登録ボタン、左におすすめ動画もあるので、ぜひ押してってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。昨夜でした。